おはようございます。仙台港に着いちゃいました。一旦家に帰ろうかと。まあそんなわけで、その前にですね、今回の、北海道余裕で旅できた、そのまあ内訳じゃないですけどね、理由や装備かな、バイクの装備ですね。マイナス15度とか20度っていうのは気持ち次第ですからね。まあそんなわけいかないか。ですね、まずね、ヘルメット、よいしょ、これでジェットのヘルメットなんですけど、シールドがでかいやつはダメ。よいしょ、鼻息がこう凍るんですよね、ガーッと。わかりますよね。で、開けとくと全部風受けますよね。だもんで半分、ハーフのシールドです。これでその分こいつで、こいつ1500円なんですけどね、安い。何がいいかっていうと、本当はフルフェイスがいいんだけど、フルフェイスだとこの顎が開いちゃうんですよね。だからそこから風入っちゃうんですよ。だそれ以上に風の対策しなきゃなんないんで、冷たいですよやっぱり。で、これだとね、顎をぴったりくるもんで、それで目の部分だけこう開けて、でここから雪が、でもここは大丈夫。で、暑いんだよね、かぶりたくないですね、今日はかぶんないです。これ例の目出し帽ね、こんなんばいっすよね。こうするとね、顎もちょうど全部隠れて、で首も隠れるんですわ。あ、もうね、天下無敵、マイナス15度ぐらい平気ですよ顔は。で何がいいかっていうと、鼻息が上に行かないのと、これ結構ここ鼻押さえてくれるんでね、鼻息がここまで、でシールドも開けられるんで、それで目のあたりよいしょ、このあたりが開いてるってことは何が痛いかっていうと、神経がここあるんですよ、頬、ここの部分に風が当たらない、だから寒さ感じないんですよね。で目の周りだけなんで、目は冷たいのがお好きみたい。眠気が来ないんで、前はね、ちょっとねフルフェイスで行って眠くなってね、うとうとしながら走ってたんで、アイスバーンをなかなか後から考えると素敵な感じだったんで、今回は目がシャッキリしながらいい感じで走れたと。ほいで、ヘルメットは OK ですね。よし、ほいで手袋、これね、スキー・スノボー用、みたいですよ。もうこれね、900円、中古、捨ててもいいような気持ちで買ってるんで。で、グローブっていうのは、要はここから空気が入んなければ、人間って寒さ感じないんで、冷たい空気入んないように、だから指先しっかりしたグローブがいいですね。ワークマンダメかな。でそれさえしっかりしておけば、これがこれしょぼい2000円のやつね、しかもこれ3シーズン目もう破れかぶれね、ほらボロボロで、中はね綿入れたりね、銀紙とかでねやってますけどね夏場はこんなね使わないんで、まあまああと1回1シーズン使えるから、もうくたくたっすよね、安いやつね。で十分なんで、でさっきも言ったんですけど、手から手、あとね手首も全部入るんで、空気が入んなければ、冷たい空気入んなければマイナス15度全然平気なんで。でこれどうってことはないですけどね、これ2000円の上下で2000円ね、パンツで、これもそうなんだけど、中はもう本当は
モンベルとかいいやつ買えば、あの全然軽いんですけど、これね、飲み屋でもらった、20年前に10年前のでもらったもって言ってもらった、何これツイードって言ったらいいの、ジャンパー、中はもう綿、重いっすわね。いや本当はもっと軽いのがいいんだけど、でこれ、ヨレヨレのパーカーですね。だからパーカーとジャンバーと、まあ、中はインナーは、トレーナーと縁石、俺はまたあの中にあのツイードの、シャツ、これまたあのバブルの終わった頃に、余った金で買ったんで、結構ね熱を遮断、外へ出してくれない、そういう意味の遮断をしてくれるん で空気の層を何層かに分けてやるのが大事なんで、2枚か3枚重ねがベストです。軽いのがいいよね、綿のね、うん、綿じゃない羽毛のね、うん、やってもらえればいいです。でパンツ、中ジーンズですよ、ジーンズなんだけど長め、こんな何倍中いいですよね。で、ご披露すると、よいしょ、これね靴下ね2枚重ね脱いだ方がいいな、よいしょ、これ中ウール入ってる、ウールじゃなくてなんだっけか、これあのソールのやつね、これね汚ねえね、もうね、まあいいや、これ1枚、本当は2枚ぐらいがいいんだけど。でこれね、縁石ので、靴下2枚重ねね、これでね、あとこの靴がしっかりしてれば OK。 前はね、5箇所ぐらい穴開いてたやつをね使い回して3シーズン目でそろそろ買おうかと、足も冷たいしなんて。でこれ、3000円かな、コールマンね、いいっすよ。多分この辺が割れてくるんで、ひび入って割れてくるんでパックリ、だからもうこれも3シーズンだと思います。だからこのぐらい高いやつにして、ここ空気入らないようにねやってください。これで、じゃあ閉めようか。バンド大事、足から空気入るんでね、このバンドで止めておきます。あとあのギア引っかかるんでね、あのダボダボだと。これ LL、 俺 M なんだけどね、 LL 要は重ね着前提なんで、ワンサイズかツーサイズでかい方がいいです。こんなとこですね。じゃあもう一個はバイク編ね、後編に続きます。一旦失礼です。